安井千徳戦地天保九年ル四月二十七日は、江戸時代の騎士で、家元、安井家の八世、安井千地、八段淳明人。七世、安井千地と区別して、七世を尖閣戦地、または、大戦地、中野千徳と名乗っていた八世は千徳、千徳戦地と呼ぶことが多い。名人の技量ありと言われながら、名人とならなかった騎士として、本因坊現状。 井上玄安隕石、本因坊秀和と共に以後世に明と称される。伊豆国三東の漁師、中野屋七の子とされ、幼名は磯五郎と思われる。幼児に七世、安井戦地に入門し、中野知徳と名乗った。完成十二年に二十五歳五段で安井家跡目となり、同年五条五発出資した。文化元年に七段上手。 文化11年に七世一戦地の隠居により、相続願いを出し、翌文化12年に安井家八世を継ぎ、安井戦地を名乗る。その後元竹と同時に八段純明人に登った。本因坊現状は知徳の一歳年長であり、天明八年の知徳13歳児の大局から文化12年のお城後まで約80局という当時としては、 異例の数の寄付が残されている。手合いは当初は知得の先だったが、完成2年の10番後では先合い先に進み、完成4年から互い戦になり、一旦、先合い先に戻るがまた、互い戦とし、その後は全く互角の戦績となっている。7段、8段への商談も同時であり、生涯のライバル関係にあった。元竹は厚く打って攻めを得意とするのに対し、 取得は堅実でしのぎを得意とする子で、いぶしキンとも呼ばれ、対照的な語風だった。寄せぬ名手としても知られる。本因坊竹和は,は、両者の対戦30番を調べ、著書、おさむ聖いで、双方一の不可なる手なく、全く名人の所作というべきもの、17曲に及ぶと、述べた。在員断層では、この両人の所作ともに終絶にして、その十二三頃より、 両両相対して、京都らいずれの勝るかを半ズべからず、世人をもって、東大の双壁となす。と評された。元武知徳とも、名人ごところの地位は望まず、名人になることはなかったが、この時代の誤解の発展に大きく貢献した。文政九年、知徳は、実施の春鉄を、安井へや止めとする。またこの時期に、安井家の弟子として、大田雄造。 坂口仙徳、鈴木千住、片山知的、石原忠さん、桜井友達、佐藤源次郎など多くを育成し、安池は本因坊家に匹敵する交流となった。春哲、雄造、仙徳は伊藤松和と並んで天保四傑と呼ばれる。娘のリモ二段まで進み、後に、土佐藩氏、宮井坊に嫁いだとされる。文政十一年に本因坊武和が、 名人も書願を提出したとき、戦地は、少燥と主張し、竹和との争い後の許可を自社奉行から得るが、戦地の病気のためや、一説では、竹和が避けたとも言われ、期日が決まらず、天保2年に、竹和は、名人後どころに周囲した。天保9年に没し、春鉄が旧姓、安井産地となる。現代でも、島村俊弘、与田の本元ら、 取得に思縮する騎士は多い。取得一章の上出来とされるのは、文政三年、内森だった竹輪の千番で、黒に目章とした白の名曲と言われる語で、関山先太夫は、当世の曲未を語なりと評した。天保六年まで26曲打って10章12四4時後。内千番は3章1時後。白番は5章7敗3時後。他は、法西城。 本因坊現状との対局では、文化9年4月2日から9日にかけて打たれた、取得1000番の5が、黒69手目に白から切られないところを継いなダメの描手で有名。不責から黒が優勢で、白は黒の大石への攻めを狙って、白1で眼形を奪い、続いて、白5から11と、攻めの体勢を築くが、黒12がその狙いを封じた手で、 切れないところをつなぐための名手として、後まで懸念された。この手は、白から A、B の二つの危機があるのを防ぎ、黒 C で一眼を確保する手を残している意味があり、優勢を確定させた。155手間、黒中押しがち。完成3年に、長坂井之助との15番号もあり、井之助はこれにより7世1センチより2段を与えられている。 弟子の佐藤源次郎の衣服をまとめた唐く予数があり、これは佐藤の妻子の援助のための出版と言われる。ありがとうございます。